であのこの作りをですねどういう作りなのかっていうのをずっとあの説明いただきましたむき出しのエレベーターで登ってったんですけどもまあ今でもですね、えー、同伴の奥、まあ、SP さんから秘書さんから秘書官さんからいるわけですね大臣でしたからその時にみんなの顔がやっぱり心なしか引きつってたそりゃそうですよね こんんんんだけの高さもちろんてっっぺんまでで行ったんじゃないですよあのこの武蔵のですね、えー、まだ骨組みのような時に登ってったわけですねでもすごい挑戦それからあの強いものっていうかな強強いっていうとちょっと言葉が少しあの違う方にかもわかんないけどう突き抜けて美しいんですね。うん 突き抜けて美しい。で、その挑戦が美しいんですね。あの、で、挑戦といえばですね、バージンオービット車。すごいですね。あの、ボーイング747を改良したものにですね、ロケットつけて、そして、まあ、空まで飛ばして、そこからそのロケットを大気圏の外に発射していくと。いやー、彼らの、私、その、ビデオ、あの、 見ていて晴れ晴れした顔をですね見てすごく昨日あのやっぱり一日のうちもういろんなこう何て言うかなえー、こんなことなのかあんなことなのかっていうものに出会うんですよねそれは皆さんもこういうコロナ禍で余計そうだと思いますでその中でも美しいもの大きな志挑戦これに出会うとですね なんかあの心がふっとその緊張をです、ね、解いて、えー、エネルギーが注がれるのがわかりますね。でこの「バージン・オービット社、えー、宇宙にですねさまざまに挑戦する人たちこの間の宇宙母さん水野元子さんともあの対談をしましたけどもあの応援をしてますんで頑張ってください。 さてあのー、今日一1月20日はですね大統領就任式です、まあ、ここまでいろんなことがありましたで今週はまたあのー、ワシントンも大もう厳重な警戒でですねこの警戒の中、まあ、何が起きるかわからないんですがホワイトハウスの,あのホームページをずっと昨日読んでたらえ規制改革利権についてですねこれのおを からアメリカ国民を守るという大統領令にトランンプ大統領がサインをしてるんですね自分がまあ彼は負けを認めたわけではないんでしょうけどもその去ったあとのこともですねああやって書いてるっていうのはあのちょっとやっぱりそういう面ではすごくいい大統領を 大事なことを言っている。もちろん分断させたりですね。いろんなことをやってきたと。私はもともとあの、アメリカの政治スタンスで言えばデモクラッツですから、デモクラッツに、えー、の皆さんと、あの、<laughs> 議連も作ってますから、デモクラッツの方に、が増えてほしいという思いはありますけども、リパブリカの中にも非常にこう、 大事でこの規制改革利権それから金融利権にメスをることはとても大事なことですね。この貧乏神が取り付いた日本のこの30年間これは民間であれば何でもいいとある,あるいは民営化利権に吸い取られた30年でもあるわけですね。 規制っていうのはそもそもそのいつできたかっていうと18世紀ですねあの産業革命で産業が高度化していく中で後から規制をやってたんじゃ働く人たちを守れない人々を守れないだから事前に規制をしてですね労働者を守ると規制っていうのは労働者のものなんですねだからこれをご覧いただいているあのユニオンの幹部の皆さんあるいは、うん イニオンの皆さ,ん皆さんのために作られた概念というのが規制なんですだから規制っていうのは本来は強化なんですよところがこの30年間その人間の尊厳を保障する規制ですよそれは強化ですもちろんその規制によってですねあらぬ利権例えば電波利権こういったものもありますから一概に強化っては言えないんですね 本当に緩和しなきゃだけ,けども、規制を緩和して大儲けしようという人たちが大手を振った30年間だったということは、しっかりあの踏まえておきたいと思いますね。で、まあ、どういう就任式になるのか、あの新しい船出がです、ね、あの良いものであるように、それから、まあ、いろんなことが明らかになってきてますね。 その一つ一つを見ると、あやっぱり戦争やっていうのはどっちの方にもいるんだなというふうに思いますね。悪魔っていうのはい,いますね。で、その悪魔と戦ったというか差別っていう悪と戦った一人がキングボクシですね。キングボクシは三十九歳で暗殺されるんですけれども、キングボクシの最後の演説が 残ってますねぜひあの、立憲民主党の総支部長の今、挑戦する仲間にも聞いてほしいですね。今、29人、対談が終わりましたんで、昨日あの安住君がもっとたくさんやってくれと言ってますんで、やりますが、210人からの仲間と、立憲民主党だけで210ですからね。 あの中に私の主役もしてくれた大島楠雄さんも入れてますから。大島さんは立憲民主党にカウントされないですもんね。<laughs> もともと民主党の仲間だったんですが、あの別,別のとこから麻生太郎さんにね。戦っているわけです。これ？何のあれかお分かりですか？あのバスが出るんですね。バスがこっからあの国会まで。で。 キングボクシーに話を戻しますと、彼の最後の演説は、自分がその敵の言葉よりも、何をこう、まああなた方と一緒に新しいその天地、そこに行くことはできないかもわからない。だけど、あなた方と歩いてきたこと、それをそのすごく誇りに思うし、感謝に思うと。で、私が一つ覚えてるのは、 あの覚えているのはその敵の言葉ではないとそのそういう抑圧に対して黙った黙ってしまった友人たちの顔であるという意味の言葉を残しておられますねでこれ私も昨日ずっとその酒井さんのツイートからですねなんでえでも申し上げましたけども この状況が、昨日あの、独立委員会が WHO のその改革を提案してますね。WHO がどんなにか機能を落としてるか、パンデミックの時において彼らが何をできなかったか。ちょうど私たちも今日が1月20日ですから、1年前の1月20日、もうお 国境を閉鎖すべきだと。中国便は全部止めるべきだということを言ってました。ところがですね、1月20日ぐらいで、私、あの、WHO がステートメントを出すと思っていました。右派の人もですね、例えば右派で言うと、高橋先生とかも止めろということを言っておられて、あ、これ止まるんだと思っていたらですね、WHO が その中国の習近平政権に忖度したようなことをに感じられたステーツメントだったんですね。皆さんもそれ、あの、紐を解いて、で、出さないんですよ。え、今出さなくてどうするんだと言ったら、その、パンデミックについて言うのは、 この10日後ですよね。1月の30日ぐらいだったと思います。完璧に遅れるわけです。中国がゲノムを公表したのは、確か1月の11日ですね。私があの、厚労省にヒアリングをした、これも、あの、自民党の中にも、もう本当にこう、兄弟だと思ってるような人がいて、彼らにも言って、 彼らにも、いや、これまずいから確認してくれよと言ったんですね。そしたら彼らは役所にすぐやってくれて、いや、役所はそんな風には言ってないよという反応なんですよ。そうですね。正常化バイアスなんですよ。正常化バイアスが常に働く。で、WHO の場合はもっとなんか別の力も働いていたようですね。で、中国も、あの、家の、 外にですね鍵をかけてそしてそのもう感染した人を殺してると外に出れなきゃ餓死しますからねそんなもう、まあ、これ嘘だと信じたいですけどもそういうその餌へ流れてるそれから突然ですねなくなるもう普通に椅子に座ってる人が突然亡くなるという画像も出てきました。 今はあれが何だったかっていうのは何だっただろうかっていうことが分かりますよねでもその頃は何だか分かんないわけです何だか分かんないということは先にですねあのミニマックス危機管理のを発動させなきゃいけないでそれが発動しないのは何なんだろういやこれパンデミックだけじゃなくて安倍首相の,の118回のですね 虚偽答弁もそうですね。なぜ彼らはこれを許すんだろうと。なぜなんだろうと。私も直接聞きました。いや、自分一人が言ってもって。でも君は与党だよね。あなたは与党ですよね。変わらないって、それだとリーダーの資格ないですよね。とまで申し上げました。 いや中には戦ってくれた人も少なからずいますよ、まあ、もう名前を出しません、こちら側も、あのもう立憲民主党中心にですね、かつてはその中の友人たちも呼ぼうと思ってましたけど、無理ですね、やっぱりもう最後まであの古い枠組みにしがみついて、その中で変えていこうというんだったら、やっぱりスタンスが違いますんで。 あのもう呼ばないですけどにかえって迷惑かかるんですね。でキングボクシーに話を戻しますとやっぱりその何て言うかな黙ってしまう行動しなくなる亀のように頭をですねこうもう手も足も引っ込めてじーっと我慢しとくとそれはやっぱりね国民に対する あの裏切りだと思いますよ、ここまでその劣化してくるものを見逃しちゃだめだと思います、昨日も農水省の時間が秋田フーズの接待を受けてたと、時間はじめですね、これもぜひご覧になってください、養鶏事業者の野党合同ヒアリングの時に、私、農水省に自らを調査してくださいって言ったんですね、答えは返ってきませんでした。 できないでしょうね。トップからこうやってるんですから。これ、結構、大きなところになると思います。10、10人の,あの数が出てましたね。で、誰なのか分かりません。だけど、議連のメンバーが入っているだろうっていうことは、まあ、想像をできます。で、もう政治と金の問題は、 こののパンデミックの時にはもう最悪です自民党さんは今日二階さんがあの質問に立たれますけどもぜひ自分たちで調査をして襟を正してください公明党さんも襟を正せとおっしゃるんであればそれは正しいです襟を自民党さんに正せとおっしゃってますからね山口代表がだったら襟を正せって言葉で言うんじゃなくて調査をしてそれを つまびらかにして、二度とそういうことが起きないようにしてくださいと、調査もしない人たちとですね、あの連立を組んで、そして、えー、それで襟を正せと、あの言葉だけで言うという時代はもう終わったと、私はそう思います。じゃあ、あの今日も皆さん、どうぞ良い一日を、これから国会、 あそこに日の丸がはためいてますね。私の部屋はどこだろうこれは、そうですね、こっち側が第一銀会館ですから、えっと、見えませんね。見えるわけないな。あの手前にあの ただ、えー、議員会館の部屋は分かりますね。まあ、それは言いません。あの、安全上の。じゃあ、皆さん、ごきげんよう。今日も皆さん、お元気でありがとうございます。そうです。行動が大事です。行動が大事です。頑張りましょう。じゃあ、最後はどこで行きますかね。武蔵で行きますか。おっと 武蔵はどこへ行ったこれですね全容が見えるといいんですけどやっぱり相当こんだけ遠いのにこんだけ大きく見えるんですねじゃあごきげんようあ太陽が昇ってきましたね睡眠がちょっと厳しい方この太陽でそうですね武蔵スカイツリーって僕らは武蔵 武蔵って呼んでるんですけどね。じゃあ、ご検用